はい、どうも。今日もですね、トップバズの収益日記撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。本日が2019年3月7日木曜日23時55分ということで、本日も参りましょう。ドンと、こちら一番最新のですね、一番新しく作ったアカウントになります。こちらのアカウントなんですけども、22月23日に作って、今日で13日目、本日もですね、10本の動画を上げました。今日は50分で、終わりましたね。50分で終わりました。で、本日のこちらのすいません。こちらの、収益が、昨日分なんですけども、本日反映されまして、806.744円ということで、他の3つのアカウント4つですね、全て足すといくらになるかと言いますと、ドン、見えない。はい、こちら4つのアカウント足して1391.78円、1391.78円というところでございます。トップバズですね。今日の一言ということで、7ヶ月トップバズを続けてきて、一つですね、これ超有料級ということで、お話ししたいことが一つあります。それは何かというと、曜日ですよね。曜日と時間帯っていう話があって、トップバズもやっぱり動画がバズりやすい時間帯、バズりやすい曜日っていうのがあります。もうそれをですね、惜しげもなく披露すると、やっぱ金曜日ですね。金曜日の晩の、バズり方っていうのは、7ヶ月間通してですね、安定したものがあるかなというふうに感じています。なので、木曜日ですね、木曜日、今日、もしくは明日、木曜日、金曜日にしっかりと動画をアップしておく、そして、バズるのを待つというスタイルですね。これが非常にいいんじゃないかなというふうに、検証結果からですね、かなり、強く思っているところであります。そうですね、一言と言ったんですけど、あと今3分ですので、あと1分ほどちょっとお付き合い願えればなと思うんですけども、トップバズ7ヶ月続けてきて思うのは、捉え方として、考え方、捉え方、トップバズはどう、トップバズをどう捉えるかっていうところで、トップバズを毎日が、給料日というふうに捉えることができれば、楽しくできるんじゃないかなと。やっぱり苦しいと続かないですよね。苦しいと続かない。やっぱり楽しんだ方が確実にいいっていうのは分かりきったことで、苦しみながらやる。なんでバズらないんだろうとか、なんでなんだろうとかって思うよりは、今日も給料日、明日も
給料日なんだ。今までずっと給料日だった。7ヶ月間ですね、収益が途絶えたことはゼロだったっていうことは全くないですね。これはすごいことだと思います。これに気づいて毎日をですね、ワクワクしながらトップバスできる人は、できる方は間違いなく、収益の方を確実にアップしていくことができる方なんじゃないかなと思います。では最後まで本日もですね、ご覧いただきましてありがとうございます。